どっかで授乳したいよね。スタヤは？スタバね。スタヤにしようかな。かわいいじゃん。これそんなギャルで行くの？え、そうだよ。悪しき日本を象徴しちゃったよね、今。ダメだよね。オッケー。行ってきまーす。一緒に来て。行ってきまーす。行ってきます。ただいま。ただいま。一回外で回してないよね、ちなみに。なんか回してる余裕ないよ、やっぱり。ご飯ね、おっぱいあげるね。ね。はい、眠いね。あしーさん。あしーさん。鶏肉のさ、切り身なかったから今日もさ、チキンソテーで。あれ、親子丼って言ってんの？色感した。ありがとう。変えようか。よいしょ。すっきりしましたか。お着替えをしようね。おはよう。失礼します。おめでー。あとちょっとで漏れるとこだったね。結構いっぱい入れたんだね。足がよくきれいに走る。明日で1ヶ月だ。おめでとうね。おめでとう。ママは今日ちょうど今ぐらいの時間にパパに焼き芋フラペ買ってきてもらって、すてきでしょ。いただきます。これ出産ドーピング。まだ前屈陣痛かもって思ってたけど、やっぱり1時間に6回ぐらい来てるので本陣痛だと思われます。そんな痛くないからね。やっぱり我慢強いんじゃない？でもね、ギリギリまでこうやってやってたいね。あ、前屈陣痛かと思って、ママとパパ焼肉行くつもりでした、夜1ヶ月前の今日は。ですが爆誕するということでキャンセルになったんです。本陣痛始まってるから今日の焼肉はキャンセルだよ。ただ前屈です。無理だよ、お兄ちゃん、さすがに。だって本遅刻痛だったらあれだよ、ちゃんと感覚1時間以内に6回来てるじゃん。でもあれはただ張りを確認しただけだからまだ来てないかな。焼肉屋じゃさすがにダメだよ今日は。本陣痛始まって焼肉屋に行く人いないよ。ねえ、まだ前屈本陣痛だったらもう耐えれてない。もう先生も言ってたじゃん、意外とすんなり行っちゃうパターンかもね。これお印で前屈陣痛が今来てるで、お印で前屈陣痛だったら前屈陣痛だとしてもやめとこ。そしたらお産進むじゃん、ジンクス。まあそうだけど、前屈陣痛だっていつも生まれてもいいですよって状況なわけでしょ。じゃあミニストップの子でだっていいや。それならいいよ、お家で焼肉やろうよ。だからやだやだ、パパ作ってあげるから。やだ、ねえねえ、ずるくない？ずるくなくないでしょ。ねえ、だよね。本陣痛だと思ったんだもんだって。わかる。女子会開かないでしょそこで。わかるよね。こういう風に来たらもうパパ立場ないじゃん。でも多分明日か明後日に来るからさ。今日来ると思ってるな、パパは。なあ。なあ。ふーちゃんももうすぐお誕生日でしょ。10月18日お誕生日、お誕生日でしょ。6歳になるんだよね。よいしょ。ママこっからもがき苦しむんだよ、1ヶ月前はね。でも心配してくれたもんね、たくさんね。ね、違うじゃん、ここに沿ってずっとさお腹の上座ってたんだよね。なんか変だったんだよね、ママね。うん、ちょっとずらしてくれてるらしい。うん、ちょっとずらしてんだよ。どうって言ってんだよね。早くママもうすぐ来る、もしかして。もうすぐ来るのかな、こっち。いよいよ異変を感じてるんじゃない？で、パパの前でやってるの？初めて見た、パパの前でそうなってる。どうしたなんて、なんか感じるの？
ーティングしながら、これまだお留守番ね、まだだって、まだ帰ってこないって、ふちゃん、赤ちゃん帰りだって。ちょっと待って、髪の毛すっごいことになってんじゃん。私早く言ってよ、ママ髪の毛キモいよって。そうでしょ。シールームからお洋服が来たので紹介します。じゃん、めっちゃ可愛いんだよこれ。これロングとねショートがあったんだけど、私はショートにしました。可愛い。てかレオパードのさ、ショートパンツをシールームで頼んで、それと合わせても可愛いかも。どう？あ、可愛いじゃん。大好きなマウントレーニアを飲みます。チュー、チュン、よいしょ。次はミルクにしようかなって思ってんだけど、どうですか？名前普通に言っちゃった。足をこうやって押さえてあげると落ち着くね。もう1ヶ月は信じらんないね。ほんと早いね。あっという間だったね。この間1ヶ月検診行った時に、こう産後のアンケートっていうか、いろいろ話をしていくうちに、あ、すごいなんか海くんと協力してできてるから、メンタルが落ち着いてるんだって思ったのが、冷静に沐浴を毎日入れてもらってて、でなおかつさ、そのミルクもやってもらったりとかで、結構海くんもともと夜更かしのタイプだったんだけど、生活リズムもさ、赤ちゃんは早めにこうルーティン作ってあげないとと思って、それに今合わせてもらっててとか、いろいろ考えたら、あ、そっか、これみくんが全部合わせてくれて協力してくれてるからメンタル安定してるんだってことに、その時ハッとして。そう、ほんと最初のうちとかはなんかよくわけわかんないメンタル落ち込んで、別にふみくんがとかじゃなくて、泣いてたりとか急に泣けてきたりとかして、でもその理由はそのなくて、でも改めて1ヶ月経って思ったのは、そう、ふみくんの協力があるからすごい毎日楽しく、メンタルもねそんな崩れずに生活できてるんだなと思って、やっぱほんと夫っていうか、まあ、そのパートナーの支えとか協力は本当に大事だなって思いました。産後期とかやっぱ身をもって体感したんだけど、本当に体力もないし骨盤グラグラだし、みーくんが協力的で家でずっと仕事もしてくれてたりとかしてるんで、本当助かったなっていう。笑ってんな、笑ってんな。そう、入院生活でもちょっと話したんだけど、ふみくんの笑顔が増えたっていう話をしたんだけど、なんかそれもそうだし、ふみくんがねすごくね、なんだろう、いい意味でね、こう物事をちょっと軽く考えてくれるようになった。軽くってこうすごい語弊があるんだけど、難しいんだけど、全てにおいて全部真面目で真剣でストイックなのは変わらずなんだけども、その外側にあるなんだろう、考え方というか、まあ、これはちょっとなんか難しいな、言葉で言うのが。それを体感してて、人生を変えてくれるんだなと思って。ねえ、ハンナちゃん、あんたほんとすごいよ。まあ、でも一個懸念点が、ヘルメットせずにクッションだけでできればいいなっていう。おかえり、帰ってきました。おかえり。ただいま。おめでとうございますってミーティングした人。あ、そう、嬉しいね。しかも旦那さん、奥さんに勧められて、あなたちょっとこれを見といてくださいって言われて渡された動画が、クミからの出産動画だったって。それまで寝れてた？全く。うちしたらさ、いつもよりお腹すくタイミング早くなるじゃん。うん、ちょっと見えてると思う。今の時代は世界的に自分の子供にスキンシップする時もハグしていいとかキスしていいって聞かなきゃいけないらしい。え、どういうこと？誰に？地面体っていうの。え、それ何？どういうこと？決まりなの？決まりではないけど、いや、世界的にはこういう風に男女ってくくりじゃないから、個々人を尊重するっていうさ。じゃあ絶対ふみくんも私に勝手に触らないでね。そういうことになってくるんだよ。でもそういうことでしょ。今の理論から言うとそういうことになってしまうけど、じゃあ絶対確認取ってね。だからその毎回確認取らなくてもいいよねっていう確認を取っておけばいいんじゃない？嫌だ。嫌だ。どうして？やっぱその時の気分ってあるじゃないですか。分かった。あ、分かった。かわいいじゃん。素直だね。ただいま。帰り。
で、今日はあれ始まるでしょ、2時から。今日は絶対見なきゃ。今日はマジ見なきゃダメ。今日の流れっていうのは大事だから。一応11月税金払って、うん、12月も住民税で今日お話ししてた。まあすごいね、笑う反射したの。何こんなたくさん買ってくれたの？あ、でもね、自分のも1個だけ買ったの。ありがとう、嬉しい。分かんないからって人に買っちゃったからさ。せっかくカメラ回ってるから皆さんと一緒に。ごめんなさい、うるさかったですよね。うわ嬉しい、めっちゃあるヒートテック。ありがとう。しかもちゃんと 4XL 買ってくれて嬉しい、ありがとう。あー待って、ウルトラストレッチジョガーパンツ L なのサイズ。え、知ってるよ、わざと XL にしたの。なんで？この間買ったのが L だったから。あ、そういうことか。ちょっとあれ、ゆとり持って着たい時あるの。え、L もある、すごい心遣い心遣い優しい見て、曲がっちゃったもん、そのスリッパ。え、そのさ、なんかあの本もありや、これの色違いのね、巻き方ほんとユニクロしか着ないんだよな。ユニクロの案件だったら喜んで受けるよね。ミクの場合は切るからな、首回りね、これも切ってるしね。そう、さっきの白のさやつだってさ、もう色めっちゃ汚かったじゃん。トレーニング歴20年になるんで、今年で20年になる男となると、いよいよ体も自由自在なんでね。どうする？味濃いめ、薄め。ハンナちゃんがもうぐずりにぐずって1時間今格闘してて。あー、見た、最悪。まあ、ふみくんに私のご飯を作ってもらってます、ありがとう。いえいえ、こちらこそありがとう。なんと見れませんでした、 NHK ショック。 NHK 奈良でした。 NHK うまいな。ちょっと近くのとあるスーパーがあるんですけど、冷凍のうなぎがうまかーなんだよ、ね、お店で食べるうなぎよりも美味しくて、まあ、そのふみや独自の調理方法があるんですけど、一日一食は絶対に栄養のあるちゃんと食事を取って、栄養管理士のふみやが。あれ、前回より全然食べる薄い。減らした？うん、結構。超美味しい。お願い、ママにご飯を。じゃあパパ見てみるか。フミヤ、明日動画撮る。なんで？ハナちゃんの1ヶ月の動画。お、いただきます。本当申し訳ないけど、ちょっと焦げてしまった。調子に乗るとそういうことが起きたんだよね。これうまい。うまいでしょ、あまり感じないでしょ。さす、さすこともできる。悩んでるよ。まあ、ちょっと結構食べちゃってるから。どうしよう。ごめんね、焦げちゃって。アイスはなかった？あの、横見たでしょ。見てない。横見て見た。なかった。キャンドルリーダーは勝てるだろ、これ。嘘だ。いや、本当に忘れた。なんで覚えてたのに。チョコミントはない。で、卵買おうかな。ない。よし、マンドレーニア買おう。と思って、その前にさ、ご飯のコーナーじゃん。で、ご飯取って、どうしよう、一パックにしようかな。2袋買おうかな。ごめん。ここにあるよ。本当だ。うまい。でも、ちょっとタレ足したいかも。セルフでやると、食べすぎるから。冷蔵庫にあったけど、それ多分、賞味期限終わってる。昨日まででしょ。大丈夫。大丈夫。輸入しないから大丈夫。ダメ。本当にすんなり煮すぎて絶対疑われる、私。本当に1時間は大変だったんだって。でも分かってくれるんじゃない、割と共感してくれる人多そうじゃない。大変だったけど、旦那さんとか帰ってきて「本当全然寝ないのよ」って言った瞬間に寝ちゃうとか。だって抱っこしながら片手でこれ開けて継ぎ足してあれを。そう、大変だったんだ。うん、多分ミルクあげたんだからミルクあげたいって。あげたい。うん、だからミルクはちょっと巻かなきゃ。持ってくれたの。うん、ありがとう。なんかね、この画数決めるときにふみくんが思った以上にでかくて、いつもこんなさ、机の上汚くてごめんなさいね。足、うん、足あり、それあるよ。レッドペッパーと塩。このスプーン食べにくす。自分で買ったからさ、なんか意地でも使ってるじゃん。いただきます。いただきます。いただいてます。すいません、いただきます。うま、食べる食べる大丈夫
喋る。いや、戻れなくなるから大丈夫。めっちゃ寝てんじゃん。水でなんか染み始めた。お箸とスプーン交換してもらおうかなと思って。うん。でもやっぱりさ。結構ショックだよ、これ。あの、糸つば事件。入院がいるの。あれ、おもろかった。うん。1対0になった。お、素晴らしい。犠牲ぐらいかな。あ、そうだよ。ほんと。野球に対して知識めっちゃ増えたよね。うん。野球の仕事つこうかなと思って。何具体的に。それは舐めすぎで。絶対につけないよ。タイムカードじゃなくて、なんだっけ。スクワールドボード。スコアラン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 。あ、プレイヤーとかそういうスコアラン的な。あ、そう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 。スコアラン。なんか人波乱みたいなさ言い方するからさ。人波乱。人波乱。球団関係者にならなきゃいけないから。なる。だからスコアラン要因で取らないと思う。じゃあ広告で入る。候補で。そっちの方が可能性あると思う。まだ。どこの球団がいいの？ベイスターズ。ちゃんとアピールしようとかいいんじゃない横浜DeNA ベイスターズ関係者の皆さん。よろしくお願いします。アキさんに勝ったらいいんじゃない ?100 メートルで。ああ。だとしたらあと1年ちょうだい。いける？ディアラのアキさんに勝ったらよろしくお願いします。いける？ちなみに。50メートル、アキさん。多分あの人5秒ぐらい。そんなやつも6秒中盤ぐらいじゃない？いや後半ぐらいかな。5秒がないよ。5秒めちゃめちゃ早いよ。あの人加速が早いよ。追い上げが最後。もうたまにさ、対戦相手をさ、男性と競う答えじゃん。じゃあ、あの一般の男性が5秒で走るとは思えないから。確かに。でも6秒後半だと思うんだよね。いける？うん、いけるかも。出したことある？6秒後半。6秒ある。あと6秒で出したことあるよ。え、最速何秒？ちなみに僕 5.8 で。7秒前半だったかも。ごめん、間違えた。でも言って20年前ぐらいの話。聞いて、最速何秒か。5秒58。違う、聞いて。最速。ふみくん 50m の最速何秒って聞いて。ふみくん、最速の 50m 何秒。もっとナチュラルに聞いてよ。言わせてるのがバレるじゃん。何秒？いやだ。言う前に口内環境を整えるのすごい嫌だ。下の歯の前に詰まったら全部下唇でミヤーって。5秒8。あ、いや。マジ？マジ？マジ？でもそれ出したのが大学よ。大学の頃の先生と共通して若かった。教育実習で来てたのは。本当に？しかもその後体重95キロだよ。いやでも今はもう8秒ぐらいだもんね。測ってみたくない？今どれぐらいか。死ぬ。普通に股関節多分1本走っただけで3日間サイクル乗んなり。いや絶対そうだよ。うん、だから1年後ジョブから始めないと。いやもう一回ちゃんと正式にお願いしたほうがいい。ふざけてると思われるかもしれないけど、だから気持ちは本当なんでしょ。ちょっとじゃあ明確にしようよ。 DeNA ベイスターズの何をしたいのか。ハマスタバトルに本当に出るの？まず最初用意ドンで私が第一投手走って、ふみくん2と3両走。あって一緒に出る。じゃあ一緒にバトル練習。えプアはワンちゃんも一緒に観戦できる今年あったから、来年待ったらそこにプア連れてって。勝ったらどうするの？勝ったら、勝ってから考える。あ、なるほど。勝ったら何かを一緒にやりましょうっていう交渉権獲得ってことで。あ、いい。ドラフトだそれ。いや、そうしよう。そうしよう。こんなんで盛り上がれるなんて幸せだよね。ごめんね、くだらない話して。でママ本気だった今。ごちそうさまでした。本気なの？今日はいいで、こっち。で、上手に飲むね。上手にね。
すごいよね、なんかさ、新生児はさ、生まれた瞬間に吸い付くなんか反射があるんだって、モロ反射みたいに、混合的な反射があるんだって。カブリーカブリー。なんでもうツンツンしてたみたいな、二人でトゥイーティー。トゥイーティーかね。トゥイーティーもここちょっとなんかさ、何トゥイーティーって。アホで全部大量だった時、トゥイーティーみたいな。いやだからさ、トゥイーティーって何？え？トゥイーティーっていうキャラクター知らないの？やめろ、左手でマウント食ってくるのやめろ。知らないの？知らない、何？え？黄色いひよこみたいなやつ知らないの？トゥイーティー。ディズニー？ディズニーじゃないけど。ピクサー？わかんない、なんだか忘れちゃった。知らないの？何のキャラクター？トゥイーティー。え、ただ何のキャラクター？何のキャラクター？トゥイーティーって何のキャラクターなの？え、かわいい。知ってるよ、これ。確かに似てたね。ワーナーブラザーズ。確かにこれトゥイーティー一人歩きしてるパターンだね、うん、完全に主人公じゃないでしょ多分こっちだと思う。だよね、かわいい。飲むの早い、めちゃめちゃお腹空いてたんだ。そろそろ地区の人じゃない。3時40分ミルク予定です。ミルクについて、いやでもミルクと同じぐらい僕の中の癒しの時間なんで、肌と肌が触れ合える時間だからね、一番ね。さっきね、ちょっとここだけの話いい？いいよ。さっき注意しちゃった。どこに注意した？ほっぺ。嫌だったね、かわいそうに。ありがとう。はい、モロ反射してください、ね。はい、足洗っていきます。気持ちいい、モロも好きなんだね。お話ししてんの。はい、流します。はい、流します。はい、流します。はい、次、首いきます。もしかしたら血流はさ、暖かくて下に溜まるとこっちがへこんじゃうのかな。なのかな、どうなんだろうね。噴射してた。もう一回洗う？うん、大丈夫。ちょっと待ってね。どうしたん？お話ししてんの。
公開するよ、みんな。じゃあ手つないでください。手つないで。はい、じゃあ手つないで、みんな。こんな上手に笑えるんだって、なんか。いい奥さんだな。寝れなかったという考えです。さっき写真に撮ってます。写真どの写真を見てます。この口角上がって、ちょっと可愛い。声のさ、プミに対して。おはようございます。クマやばいね、最後。緊張してたね、そうだよね。だからちょっと食べて、ね、よかったね。よりこう日本のさ、うん、妊婦さんが過ごしやすいようにっていう発信を僕結構個人でさ、うんうん、インスタでやってるじゃん、うん、なんかそうすると不妊を経験されたのに、うん、いざ自分たちが出産をすると、うん、向けられるこうメッセージ性の先は対象が妊婦さんになるんですね。自分が不妊症だった時の気持ちを忘れないでくださいって言われたんだけど、うん、なんかなんだろう、自分が不妊の時にそれこそ妊婦マーク見て、うん、なんか妬みとかも一切なかったし、うん、あ、無事に過ごせればいいな。まだその頃はさ、ここまでのこうなんていうかね、理解力もなかったし、うん、今でも 100% 理解はできてないけど、うん、無事過ごせればいいなと思って、寝たいなと思ってたけど、寝たむことはなかったから、なんか今のそれもあってさ、ふみくんがさ、いろいろ悩んでた時ってさ、一回動画にしてからはずっと動画にしなかったじゃん。その不妊症の時は、でも私も言われたよ。なんかお腹が出てる姿をどんどん見ていくのは辛いし、その同じ立場だと思ってたのでショックですって言われて、うん、はいって言われるんだろうなとかさ。マタニティハイはすごく気使ったね。気使った。ここの10ヶ月で一番そこが気使った。めちゃくちゃ、だってお腹が出てない服を選んでたの、毎日毎日。あの9ヶ月10ヶ月の時はもうしょうがないんだけど、うん、パパの大好きなスワ。かわいいよね、それね。あれ、やべ、またテレビついてる。この手がペンギンさんみたいでかわいいよね。だいたいこれ来たら落ち着くっていうので、あの、着させてもらって。一向に落ち着いてないけど。2時間5分経ってる。あ、ミルク？おっぱい？あ、おっぱい。じゃあおっぱい僕あげていい？どうやって痛い？暑くてエアコン温度一度下げたもん。ミルクはあげる。おっぱいがね。痛いのかな。これ一回ね、3時間のやつ伸ばすとマジで岩みたいになっちゃう。すごいね、頑張ってる証拠で。死んでるかな。うん。ちっぽいもんね。うん。ビジコちゃん同じだよ。ビジコちゃん持ってあるでしょ。ビジコちゃんかっけえでしょ。ビジコちゃんはもっとスタイルがいいから。朝掃除かけるの、うん、夜かけてないよ、うん、でももう行かないとだよ、あなた。これ生臭くない。これは柔軟剤の匂い。生臭い。違う、これは柔軟剤。なんでわかるかっていうと、そこは柔軟剤じゃないの。でしょ、臭いでしょ。1個下の方がいい匂いだったよ。ここはいい匂いだった。これはいい匂いだ。ハイターにもう一回つけとく。もう一回来て。リードセックめっちゃいい匂いになってる。でしょ。ありがとう。トイレ行ってくる。2時間ほど行ってきます。はい。ええ、今お話ししたよね。行ってらっしゃいって言ったの。いらっしゃいって聞こえた。いらっしゃい。行ってくるね。行ってくる。うん、行ってくる。やめてよ。行ってくる。え、なんで。
まずママからです。めっちゃママのこと見てる。かわいい。いけない。かわいい。ね、いい加減吐く時間がほらまた泣きそうになってる。うん、ママもうんちしてくるからパパ行ってきな。ほらおはよう。今日もありがとうね。ありがとう。ママありがとう。ほら、ねパパ、ほら早く行ってきなさいよ、ほんと。やばい、遅刻する。ほら、もよいしょ。じゃあね、行ってきます。くん、行ってきます。こうやって顔しててグーで握って足ギューってなってるから多分うんちするよ。今日の一日というか今日は1ヶ月記念日です。おめでとう。おめでとう。ぜひまんちゃんおめでとう。その様子はまた別の動画で上がるので、はい、じゃあ皆さんまたこの次の動画で上がるのかな。そうだね。あのいいんだけど動画回すのテレビつきっぱなしなのよ。入院生活のさ様子撮った時にさすごい思ったけどさ、うん、ちょっと今鼻洗浄やって声の音量バグってたらごめんね、うん、こういう動画撮ろうとかじゃなくてさとりあえず回しといてさほんと2人の素に近いさ今後もそういう感じで撮れてったらいいよね。ミカナハウス。年代バレるよ。別にバレてる。あでも同年代がやっぱ多いから視聴者の。あそっかそっか。ちょっとあ違う違う。あ、まだ言わない。あ、まだ言わない。あ、今月はとにかくあのイベントがあのいっぱいあるので。え、でも予告編で言った方がいいよ。え、じゃあそれをじゃあこれの動画で流して。ここでは言わないけどきっと流れてる。あ、この後に。そう。プロットそれ作るのだ。そう予告編は誰が作る？パパ。パパが作る。ねえ、ぶーちゃん。ちょっと。いやー。わかんなくてよかった。愛犬猫のお誕生日にペットでおもちゃピンク新品言っちゃった。